はい、えー、今回はですねシャンクを直そうというシリーズです、えー、シャンクとは何ぞやと言われればですねこのネック部分に当たってボールが右に飛び出すこれをシャンクというふうに言うんですが実際アマチュアゴルファーの場合右に飛び出すパターン二つ実はあります一つは思いっきり先っぽに当たって右に飛び出すパターンこれでも厳密に言うとシャンクではないんですがシャンクと同じような球が出ます でここでビギナーの場合非常に気をつけなければいけないのは右に飛んだ球を全部シャンクだっていうふうに言うわけです下手をすると先端に当たってるにもかかわらずネックに当たってるっていう人もいるぐらいこれぐらいどこに当たってるのかわからないっていうのがまあビギナークラスだとただ今回ですねちょっと先っぽに当たってる方はちょっと置いといて、えー、ネックに当たってるシャンクをどういうふうにまあ直すのかというところにこちょフォーカスをしてですねお話しさせていただきたいというふうに思います はいえーまあ、よくシャンクしやすいクラブってじゃあどれなのというとですねこのウエッジややシショートアイアインンは最もシャククしすすいクラブですえ基本的にシャンクは長い番手になるほど起こりませんしまたユーティリティやヘアウェウットはそもそもネックがないのでシャンクという症状が起こりません。 なのでアマチュアゴルファーの方でシャンクが不安であればもうなんならユーティリティ持った方がシャンクしないよということに当然ながらなりますえ、ただそんなことも近い距離では許されないので、えー、それではシャンクの直し方ですねこれはもう簡単です、えー、基本的にはシャンクは構えたところよりもクラブが前方を振ってしまうという症状ですクラブヘッドを正確にボールの真後ろに置いていても 降りてくるときにわずかにクラブヘッドが前方を振ってしまうためにこのシャフト部分に当たって右に出るということですで当然ながら球が近すぎる可能性とかいろいろ疑われますよねですから遠ざかるとかその対処療法としてできたりするんですがこれ離れても頭が誤認しているので離れてもシャンクしたりしますこの場合どうしたらいいかこれ簡単です私が一番 えー、やる方法ですねボールに構えますボールに構えて上げて素振りするときにボールの手前を素振りしますきれいに見ててくださいねボールに構えて手前をするボールに構えて手前をきれいにするこの時気をつけてくださいね先っぽに当たって右飛んだりするのでちょっと気をつけてほしいです絶対に当たらないように気をつけてください。ボールに構えて手前をする これをやった後にもうちゃんと普通に打とうと思ってくださいそうすると絶対にシャンクしませんもう先ほどまでわずかに前方方向にクラブがずれてたものが見事に同じ場所をなぞるようになってますもうこれだけですえ基本的にシャンクは構えたところよりも前方になってしまうというまあこうずれから生まれるものですそれが 構えたところから手前を素振りすることでわずかにそのズレが修正されてもう何も考えなくてもシャンクしませんですからシャンクしやすい時には毎回構えたところよりも手前を2回素振りしてボールにセットアップして打てばコースでもですね絶対にシャンクしますぜひ試してみましょう はいえー今回はですねダフル、ダフリという現象についてどういうふうにすれば改善するのかというのをお話しします。そもそもダフリって何だと言われればボールの手前にクラブが落ちてしまうことこれダフリというふうに言います。 えじゃあなんでダフるのかまあパターンは二つあるかな、えー、当然ながらクラブが上から入りすぎてボールの手前にクラブヘッドが落ちてしまうパターンと今度下から煽りながらボールの手前に落ちてしまうパターンというこの二つがありますですからこのどっちの現象でダフっているのかというのがわからないと逆の薬打ってしまう可能性があるわけですね上からクラブが入りすぎてしまって刺さってくるようなダフりのパターンの場合には そもそもも入射角度がが適正化するる必要性があるもっとシャローに入ってくる必要性があるわけですね。今度はクラブが下から入りすぎて最下点がいわゆるローポイントが右サイドに来てしまっている場合には今度はクラブが上から下ろすという薬を打たなければいけないということでアマチュアゴルファーの方の場合この打振りの要因がどっちなのかっていうふうに分類することがそもそも難しいということになります。まあ、これ改善すすするたためににには素振りが一番わかかやすいですかねあの自然に例えば素振りをしとき 鼻の正面ぐらいいをクラブがきれいに擦れにていればまあコースでやるとあまりにもこうターフが取れる可能性があるので少し気をつけてほしいんですが人工マットでじゅ構いません、えー、鼻の正面ぐらいにきれいにクラブがするように入ってくるこの角度で入ってきていればまあ大体ミート率はいい状態ということが言えますでこれをするときにドーンと音がするっていうのはクラブが上から過ぎですでまた振っても振っっててもも 右サイドしかクラブヘッドが落ちないと触らないという人は下からというふうに判断していただければいいと思います。その場合にはまず正確に鼻の前のところにクラブが通過するように訓練していただければ、まあ、これで正しい入射角度は完成するということがあります。あとこのボールを目の前にして打つ時に実際には筋肉が緊張して手首がですね解かれてしまう場合があります。まあ、こういった場合には 素振りと本番のギャップがあるということですからできるだけまあボールに対して過剰な意識を持たずに素振りと同じように打つということを心がけていただければ、まあ、この打振りというのは防げれるのかなというふうに思います。まあ、コースに行った時にです、ね、アマチュアゴルファーの方はです、ね、少し上半身が力んだり打つぞという意気込みが強くなりすぎてです、ね、このキャストの動きがです、ね、手首を切り返しから解いてしまう動きが過剰になります。 まあ、これ辺がですねのの大きなな要因なのかなといいう,うには思いますですでから、ぜひです、ね、ボールを目の前にしても意識は、まあ、あまりボールに集中しすぎずにスイングにしっかりとスイングをするということを心がけて振っていただければ、まあ、大きくダフるとか。 トップするっていったことは起こりやないのかなというふうに思うので、ぜひですね、ボールを目の前にしても、素振り同様に正しい入射角度で打つということを心がけてください。今回はですね、ショットでトップが止まらないというケースですね。 ダフリが止まらないような方もいればトップが止まらないような方が、まあ、もちろん当然いると思うんですただ今回はトップということでですねダフリが多い時という時にお話ししたのは、まあ、クラブが上から入る場合もあるし下からの場合もあるんだダフリでも同じことが言えるんですね当然ながら上からクラブが入ってきてボールの頭を叩いてトップするというパターンとクラブは若干アッパー気味に入ってきて ボーールの頭を叩いいてトップすするとうパターンが両方とも存在しますでも、まあ、ダフリと同じようにこれ適正にすればいいということなので今回はその話は置いといてただアマチュアゴルファーの場合どういうことが言えるかというとまず地面に対しての恐怖心があるということなんですねですから初心者ゴルファーの場合ゴルフ場に行ってまず何を思うかといえばあ芝の上にボールがあるとまずそもそも地面の上にこれだけ小さいボールがあるということでかなり恐怖心があるんです。 ですからスイングをと上げた時にですね下ろしてくる時に少しまあビビる怖がるという動作がありますそうすると萎縮して肘がが引けるる振り切れないボールの頭を叩く転がる、まあ、これが初級者ゴルファーだったりまだその地面との距離感に対して恐怖心を感じているようなゴルファーには多いトップの在り方だというふうに思います。 この場合どういうふうにすればいいのかというとまず地面に対してのの抵抗感っていうのを理解すするべきなんですね。よくこうボクサーがサンドバッグを叩いて打った時のこう感触だったり重さっていうのをこれで理解するわけですねこれを叩くことによって、まあ、徐々にその叩くこととかの恐怖心自分が叩いた時の抵抗感っていうのを覚えていくわけですけれどもゴルフも同じです。えー、基本的にトップを上げて地面を叩きます。しっかり上げて叩く この叩いた時の感触がそれほど、まあ、怖くない手が痛くならないということが分かれば地面に対して積極的にパワーを加えてくることができるので当たる間際に萎縮するようなアマチュアゴルファーの人がこうチキンウィングって左ひじが抜けるような体重が右に残るようなこういった少し怖がるような動作というのがなくなってくればですね正確に腕を伸ばしていくことができますし大きなスイングをすることが可能になります。 まあ当然、トップというのはダフリと同じ要因は考えられるんですけれどもそれプラス、こういった萎縮するような手の動き体の動きというのを防ぐことによってよりミート率を高めていくことができますえ皆さん、ぜひです、ねえー、素振りをしっかりして地面に対しての抵抗感というのも感じてください、まあ、バンカーでやればですねターフを取ることは気になりませんからバンカーの中で砂をしっかりと叩たく、まあ、こんなこともいい練習になるかもしれません。皆ささんぜひ試してください